豊田真由子と申します。お前らがバカなんで失敗するせいでどん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 ロスが生じて、その分どん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 やるべき仕事ができなくなって分かってるか。まあ、こうやって私を怒鳴らせて、こう喉を荒れさせて、声が出なくならせて、お前がそのつもりかどうかって言えばいいんだ。事実を言ってるだけ。どんな恐ろしい幸せが待ってるのかな。娘が顔がぐちゃぐちゃになって頭がぐちゃぐちゃ飲むと飛び出て車に引っ越されてもそんなためがなかったんです。で済むと思ってんなら同じこと言い続けど。自分が正しいと、豊田の言うことは間違ってると。このハゲ！